ハイデマリー・ビーチョレック・ツォイルは、ドイツの政治家。ドイツ社会民主党所属。1998年から2009年まで、ゲアハルト・シュレーダー内閣、ついで第1次、メルケル内閣で、経済協力、開発省を務めた。ヘッセン州フランクフルト・アム・マイン生まれ。1961年から1965年まで、フランクフルト大学の英語と、 歴史教諭の養成過程で学ぶ。1965年から1974年まで、そして1977年から1978年まで、リュッセルスハイムで学校教師を務める。1965年に、スピードの政治家、ノルベルト・ビーチョレックと結婚するが、1979年に離婚。以来、旧姓のオツイルと合わせた。 ビーチョレック・ツォイル生を名乗っている。彼女は、ドイツ福音主義協会に属する、ヘッセンナスサウ福音主義協会の信徒であり、州教会総会議員にも選ばれている。ジュソス代表当時のビーチョレック・ツォイル1965年に、スピードニュートを1968年、リュッセルスハイム市議会議員に当選。1972年、 グロンスイコールゲイラウ軍議会議員に転じる。1974年から1977年まで、スピードの青年団組織である、社会主義青年団の連邦代表を務め、彼女の赤毛とスピードのシンボルカラーをかけて、赤いハイディあるいは、赤いハイディと呼ばれた。1977年から、国際青年団ヨーロッパ協力事務局長に就任。 1979年、欧州議会議員に当選。1984年、スピード連邦幹事会入り。1987年に、ドイツ連邦議会に初当選、南ヘッセンの党代表に就任し、連邦議会では、党の欧州政策広報官を務めた。1993年に、ビョルニエングホルム党首の辞任を受けて、急遽開催された。 当大会では、ニーダーザク選手首相のゲアハルト、シュレーダー、ラインラントップファルツ州首相のルドルフ・シャーピングと、後継トーク首の座を争ったが、シャーピングに敗れた。なおシュレーダーは、ビーチョレック・ツオイルの二代後のジュソス連邦代表。シャーピングは、ビーチョレック・ツオイルの代表在任時の、連邦副代表で、ジュソス経験者が、当主になった、最初の世代である。 1998年の総選挙で、シュレーダー政権が成立すると、経済協力、開発省として入閣した。同年から2005年まで、スピード副党首2005年の総選挙で、シュレーダーが退陣して、アンゲラ・メルケル首相の大連立政権が成立した。後も、同職に留任した。第一次、メルケル内閣の閣僚中では、 在任期間が最長であるため、規定により連邦副首相代理となった。2009年の総選挙で連立組会が行われたため、10月に大臣職を離職した。2013年ドイツ連邦議会選挙には出馬せず、政界を引退した。2004年夏、イラク戦争を表して、イラク戦争は意味べき苦しみと、市民のみならず、兵士にも、 数多くの犠牲者を出した。これは実に犯罪行為であると発言した。また2006年のイスラエル軍によるレバノン攻撃の際は国際法的に全く受け入れられないと批判した。この発言がドイツ国内の野党に批判されたほか、ドイツユダヤ人中央評議会は社会民主党を名乗る開発援助賞としていかがなものかと辞任を要求した。 一方に2007年に発足したパレスチナ自治政府のハマース内閣に対しては暴力の停止、イスラエルの生存権容認、パレスチナ解放機構により締結された条約の承認は必ずしもドイツ政府との対話の前提条件ではないと発言している。2008年5月、メルケル首相に次いで二人目の現職閣僚として、 ドイツ訪問中のチベット仏教指導者、ダライラマ14世と正式に会見し、その後の記者会見で、チベット政府の代表と会見したと発言したため、中国政府の反発を招いた。党内では左派に属している。総選挙席敗後の2005年10月、フランツミュンテフェーリング党首が、連邦幹事会に提示した人事案に反対し、事実上ミュンテフェーリングを、 党首辞任に追い込んだため、党内から批判されて、副党首を退いた。連邦会経験サインは、ドイツ政府の開発援助が、プロジェクトにではなく援助先政府の会計に直接、組み込まれているとして、ビーチョレック・ソイル経済援助賞の援助支出を、批判している。ありがとうございます。